それはカメラだよ。カメラ？なんかの武器かと思ってました。まあ確かにそんな見た目だな。敵に持ってんですよね。蒸気機関で動かしてるからな。だから暖気運転させないと使えないし、振動して映像がブレるから、いつも AE でワープスタビライザーをかけているんだよ。いや、まあそうなんだけどね、まだいい出会いがないから変えてないっていうだけなんだよね。ほら、なんかこうお店とかでそいつを見たらとか、街中でそいつを使っている人とか見た時に、こうブワーっていう衝撃というか、あ、これすごくいいっていう、その自分の心の中では新大陸を発見したレベルの出会いを感じられる製品っていうのかな。そういうものの方が使っていて気持ちいいから、今持っているものと同等かそれ以上の気持ちにならないとなかなか手出せないんだよね。ああ、まあ、機械の君には少し難しい話だったかな。私は交換とかしないのでわからないです。まあそうだよな。最近だと密林に襲ったり極楽天国見れば物が買える時代だから、今すぐ手に入れようと思えば手に入るんだけど、どうしてもそれだとどこかを満足いかないものだったりするのもよくあるんだよね。だから私は手で触れられる出会いっていうのが好きなんだ。えらい逆光特急快速の青山さんじゃないですか。いわゆる VR の商品見たり、車内機械カタログだったり、返品サービスがしっかりしてるんですから、一番いいスペックを買ったのは間違いないんですよね。少なくとも今のやつよりもないんですから。いや、モノアスペックが全てじゃないから。言わせてもらうけど、これがいいって思って使ってるからそれでいいんだよ。使っていて気持ちが良ければもうどんなもんだってもういいんだよ。私は機械なので効率や物の良さしか見ませんが、そういう考えもあるのでしょう。初めて聞いた意見なので、メモリに保存しておきます。ん？何か扉をノックするような音がしますが。ああ、私が注文していたパソコン部品だ。いやー、今はドローンで商品を宅配してくれる時代だからね、船の上でも通販で買えて便利な世の中だ。ドローンで死ぬ、いや、死ぬって。ん？なんか言った？